ネッツトヨタ愛媛。愛媛市背番号8番の川村匠です。今日はカローラスポーツをご紹介したいと思います。で、すいません、で、もういいですか。いいですよ、はい、行きましょう。もっと自分も映って、近くで。じゃあ見てください、皆さん。このカローラは昔からあるイメージで、すいません、もう一回いいですか。愛媛市背番号8番の河村匠です。今日はカローラスポーツのご紹介をしたいと思います。河村選手、はい、カローラスポーツ、まず見た目どうですか。いや、もうかっこいいです。はい、カローラといえばお父さん世代が乗っているのは車だと思うんですけど。はい、そうですね、昔からある印象なんですけど、この今のこのカローラスポーツは若い方も乗りやすい形になってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと運転席の方も行ってみましょうか。はい、オープン。いや、そうですね、中も赤いステッチが入っていて、スポーティーな感じになっててすごくかっこいいです。おしゃれですね。おしゃれですね。乗ってみましょうか。乗ってみます。モニターもすごく大きくて、なんかかっこいいですね、本当に。スポーツタイプですね。はい。エンジンかけてみますか。はい。エンジンのかけ方はどう、ここを押せばいいんですか。はい。おお、静かですね。そうですね、はい、確かに。皆さん、これが川村選手の助手席からのアングルです。一回撮ったことあるんですけどね、助手席の YouTube で。あ、そうですね。でこれまた新鮮ですね。なんか普段お車ってよく乗られるんですか。そうですね、まあ練習場に行くのは基本車なんですけど、オフの時はなかなかずっと家にいるタイプなので、ドライブに行きたいですね、この車で。スポーツタイプということでキビキビ走ると思うんですけど、この車でどこに行ってみたいですか。はい、そうですね、まあ、しまなみ海道だったり、ちょっと遠出をしてみたくなる車です。ですね、多分見てる方は川村選手と一緒にドライブしてみたいんじゃないかなと。恐縮です。乗り心地、座り心地いかがですか。いや、もうフィットしてます、自分とこの車。初めての出会いにしてもうフィットしてますか。いや、もうフィットです。浜選手、女性も一目惚れするタイプですか。はい、そこはどうなんですかね。僕もあんまり分からない、そこは。じっくりとやってから、はい、ちょっと皆さん聞いてみたいんじゃないかなと思いました。いや、もう急に汗が出てきました。この車でデートするならどこ行きたいですか。どこですかね。でも自分なんか戸部動物園とか行ってみたいなと思ってて。スタジアムの横の。はい。まだ行ったことないんですか。まだ行ったことないです。動物好きなんですか。なんかいいですよね、動物園って。自分もなんか楽しめそうなんで行ってみたいですね、機会があれば。皆さん、川村選手は戸部動物園にデートに行ってみたいそうです。覚えておいてください。覚えておいてください。じゃあ最後に紹介を、締めのセリフをお願いします。皆さん、僕と同じ、車を試乗しにネッツトヨタ愛媛様に行って、ぜひ行ってください。あー、ミスター、噛んだ。最後、ファンの皆様にも良かった一言、メッセージを。そうですね、まだまだ厳しい戦いは続きますけど、僕たちも1試合ずつしっかり全力で戦うので、これからも応援よろしくお願いします。以上、川村選手でした。
ありがとうございました。熱トヨタ愛媛。